ベクトル図、ベクトル図を使えない解き方、両方皆さんマスターしていますか公式を覚えてるだけの人、入手問題で解けません。それを確認するためのいい問題です。両問です。やってみましょう。さあえ、自力でできたかどうかやる前に、まずはですね、えー、基礎事項の確認。まず大きさの部分はオームの法則。i が知りたかったら r 分の v。抵抗、r とおールとおメシ分の1。 それぞれ、抵抗コイル、コンデンサーの抵抗部分はこうなる。リアクタンスだね。そして、位相、タイミングはこうだった。ね。R は電流と電圧は同位相。L は逆起電力。電圧がかけても電、通さないよってやるから電流が2分の π 遅れる。コンデンサーは電化ゼロの時、パーンって電気が流れるイメージ。i が2分の π 進んでいる。電圧が遅れてやってくる。これあくまでもイメージね。でもこれは絶対な位置関係。そしてそれをベクトル図にすると、この位置関係だった。 そしてこのベクトル図は RLC 直列回路の時のベクトル図であり並列の時は必ずしもこの位置関係なわけじゃないただし一個一個の組み合わせはこの位置関係です例えばどういうことかっていうと I と RVR は必ずこう同位相の位置関係他にも I と VL は同位相の位置関係他にも I とあじゃあ同位相じゃないな v V が2分の π 進んでるそして VC は V が2分の π 遅れているこれが仮にクルーンって回ってね VR ってなっても電流はここにいるわけだ OK?VR、OK、が仮に s i n ィプラ t 2分の π って言われたら i の位相も s i n ィプラ t 2分の π なわけこの位置関係は一緒他にもこいつ よいしょこいつがね例えばこうなったとするよこれもね90度回ってこうなったとしよう VL これの位相が sin オメティマイナスあプラスパイってなったら電流の位相は sin オメティプラス2分のパイなわけ必ず電流に対して電圧は2分のパイ l の場合は進んでるこんなふうにして いいかな状況によってはいろんな置かれ方がする。だがしかし、この一個一個の位置関係は必ずこう、そうだったんだ。言葉にするとこういうことだ。OK。そのことが分かっていればこれは簡単だ。これは並列回路。そして問題文では C に流れる電流がコサインをメティの位相で置かれてる。コサインは分かりにくいからサインいつも通りのサインに置き換える。 サインオメティプラス2分のパイだなって思うつまり俺たちはもう真横をベクトル図で考える人は真横をオメティの位相と考えよここそうしたら今サインオメティプラス2分の π はどこにいるんだここじゃないかここに電流 IC がいるんだ OK そして C 君と C 君にかかる電圧はどんな位置関係だそうだ C 君はこの図を見たらいいんだな電流と VC は必ず電流よりも VC が2分の π 遅れてるんだ今電流がここまで回ったんだからいい電流と電圧電流と電圧だからこう来たんだよ今 OK こういう位置関係なんだだから VC はここなんだ こいつの位相が、こいつがね、i 0 s i n オ,オメティプラス2分の π であり。じゃあ、vc いくら大きさの部分は、v イコール ri でしょだから、オメシー分の i0 じゃん、大きさ。そして位相が s i n オメティじゃないかほら。そうだよな。大きさの部分は、 V=RiR コの部分はオもし1分の1かける i0 そして位相がおもしプラス2分のパイル必ず2分のパイ遅れてくるんだからこうだそうでしょほらこうやって括弧の1番ねええー、流れる電圧この VC ね C にかかる電圧が分かったそして 次に求めろって言われてるのがそうえー R に流れる電流だ R 2とここだ電流っていうのはここに流れる電流ここに流れる電流とここに流れる電流を足し算したらいいんだこれが IC これが IL としたらここの IR っていうのは IC+IL すだこれ何の法則だ そうキルヒホックの第一法則だよねそのために何が知りたいこれはもう分かってるんだじゃああとこれが分かればいいんじゃないかじゃあ L に流れる電流求めようって話そして L に流れる電流が知りたい先生電流は等しいんですよね違うそれは直列回路だから RLC に流れる電流が等しいんだ 今は並列なんだ。並列は何が等しいんだそう、電圧が等しいんだ。だから VC と VL はイコールなんだ。いい ?VC と VL はイコールなんだ。だからさっき VA、えー、求めたんだから、これなんだ。そしてこれをベクトル図で解きたいって思った人はベクトル図でいこうぜ。 はい、今 L にかかる L に L にかかるさっき C を求めたんだけど L にかかる電圧も同じなんだそれがサインオメティなんだオメティなんだオメティなんだオメティをこ,こっち側に取るぞ真横に取るぞってことは今 VL ここだって言われてるんだよ えー、オメ C 分の i 0サインオメ D って言われてんの VL がじゃあいそう L において相手の関係どうだったっけはい VL と ii は V よりも2分のパー遅れるんだ必ずだからこうでしょ L に流れる電流と 電圧の関係は必ずこの位置関係なんだ。い、e、いそして、i というのはどうだった ?r 分の v じゃないか。大きさ。で、抵抗 r は今いくらよ ?l の抵抗はおめえるでしょそして、v の大きさはこれでしょこれが v0 ですよ。v0 に相当する v の大きさ。v の大きさでしょだからこれが入ればいいんじゃないか オメ、C、分のの s i n ィマイ t ス2分の π でしょオメ e t よりもス2分の π。じゃあこれ整理したらオメガ2乗 lc 分の i 0 s i n ィマイ t ス2分の π ほらできた。あんこれ2番の答えなのかえ2番そうだね。 これが2番の答えです。ほら i に流れるね電流が分かったそしたら3番えー、抵抗 r に流れる電流が分かればいい2つの電流を二つの電流を足せばいいんだなあ2つの電流を足せばいいそうするとこうなる2つの電流を足す、えー、どちらも、えー、コサインに置き換えてあげてそうすると簡単に足し算ができた そしてラスト4番。4番は周波数を調整したオメガを調整していったら電流が流れなくなったんだって。え、そんなことあんのって思うんだけど実際に考えてみよう式を。抵抗に流れる電流はこれ。オメガの値、ここを調整したら電流がゼロになったんだ。常に。コサインはオメガの値を調整してもこの 周期が変わっちゃうだけでここですここの中身が0になったらいいんじゃないかここの中身が0になったら電流が0になる IR が0つまりさっきの囲った部分が0になればいいつまりこういうことだオメガ2乗と計算していくとこうなるルート1 LC 分の 1OK、OK、こんな風にして さあえー、っとですねそんなこと使いたくないよっていうベクトル図を今中心に解きましたがベクトル図じゃない人のバージョンいくねえ括、ー、弧の1番括弧の1番は i が分かっていてまずは v が知りたいコンデンサーっていうのは えー、電化線の時同線と見なせるため i が2分の π 進んでいる。i が2分の π 進んでいるっていうことは v は2分の π 遅れているんだ。i 君の位相から2分の π 遅れているなってやればいい。大きさの部分はいつも通り主な補足。できた。そしてキルツ2回路ではキルツ2とキル l 1は絶対だった。キルツ2から L の電圧が分かり。そして I というのは、これ大きさの部分ね大きさの部分はいつも通りオムの法則で L ル君の位相について考えよう L コイルは逆起電力で I が2分のパーを遅れるんだった通さないよって,ってことは I 君がこのオメティよりも2分のパーを遅れるんだそれをコサイに置き換えてあげたらこうなるあとは一緒ね どうですかベクトル図を使っても、えー、この i が2分の π 遅れてるこれどっちも同じことだからね。はいということで、えー、どちらの方法でもしっかり理解してできるようになってください。さあ、えー、これで氷の基礎基本もうバッチリなんじゃないでしょうかお疲れ様でした